はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。花ジェリー様、深沢様、匿名希望様、推理魔法様、二回ご支援ありがとうございました。いずれの方も昨日のメール党員限定懇親会でいただいちゃったんですけれども、推理魔法さん、2回っていうのはですね、終わった後ですね、あれ俺会費払ったかなつって会費分入金してくれたんですよ。でね、酔っ払っちゃって分かんないみたいだったんですけど、払ってんのね会費いただいてんですけど、寄付としていただいちゃうかなって思ってたんですけれども、その後ね、寄付としてまた入金してもらって、昨日の夕べの会場の会費はいただいておりますけれども、もう返さねえよというメール等に様限定懇親会全員出席で、お一人もね、来なくて、電話しても出なくて、なんて、大抵つきもんなんですけども、それもなくですね、さすエリだな、さすがエリートだな、私のメールをお買い上げいただいてるようなエリートさんたちだな、感銘を受けました。巷では陸自ヘリ消失が話題ですけれども、情報が錯綜しております。私が間違ったことを言うとですね、選挙控えた支部長に迷惑がかかるので、自粛中陸自のヘリを話題にすることは、岸田政権、半導体製造装置23品目の中国輸出を規制するそうであります。日本の半導体製造装置のシェアはなんと4割。知らんかった。なんか半導体を作るのはサムスンとか台湾とかに抜かれちゃってみたいな、日本は半導体弱いのかと思ってたら、半導体を作る装置、製造装置は強かった。中国への2021年度実績は 1.6 兆円、半導体製造装置だけに限定して、直近のね数字が出てるものは 1.6 兆円程度みたいであります。一般反応、岸家計遅すぎアホ総理何やっても儲けるんだよね。世界中の半導体装置と半導体部品は日本製やで、日本製がなければ半導体を作れないようになってるんやで。そうなんだ。中国の家電も PC もスマホも製造装置はほぼ日本やで。中国や韓国はただの組み立て工場なんだから技術なんかないよ。日本人を拘束したんだから制裁せんといかんで。それもあったな。第三国経由で流出するのはどうやって阻止するんだろう。経由してか、例えばどこら辺、韓国経由。情報検討士が情弱検討士がこんなこと決断できるわけねーって私の直感が言っておりますんで、これは米国の指示でしょうね。米国はですね、去年10月にもうすでに、規制開始しております。うちが絞ってもお前らがせっせと売ったんじゃ意味ねえだろ。怒られたんじゃないですかね、キッシーね。遅きに逸した感あるが、やらないよりマシか。米国が規制したのはですね、 AI 処理やスーパーコンピューターに利用される半導体、先進的な半導体製造に利用される半導体製造装置の2品目、だそうであります。製造装置は日本製のシェアが4割とは知らなかったな。2020年半導体製造1位はサムスンでした。調べたらこれ日本の装置なければこいつら干上がらせられんじゃねえのかな。運なければ、竹島から出ていかないなら毎年 5% ずつ輸出入関税上げていくぞ。半導体製造装置も買えなくなった。脅すとね、韓国政府脅しましょうよ。きっとですね、泣きわめいてすぐ出てくから。2020年度日韓貿易データ財務省、これが最新でした。発表されてたのね。輸出4兆7665兆円。韓国は日本の製品を毎日毎日 130.6 億円買ってる計算。すげえなぁ。これで慰安婦財団、慰安婦合意10億出したぐらいじゃ韓国は腹の虫が収まらないのかもしれないな。これで生活できている日本人も何万人もいることでしょうね。
毎日毎日130億円買ってくれてんだからね。これが日韓議連はじめですね、新韓派の正体じゃないかって私は思ってるんですけれども、韓国となんかとすぐね、まあ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 ってシャシャリ出てきて、邪魔なやつら、韓国からの輸入は2兆8416兆円何買ってんだか知んないですけど、まあ何買ってんでしょうね、一体ね、わかんないな。2兆円弱の貿易黒字でした。韓国相手の商売は日本が儲かっている。まあ売るとこと買うところは別会社ですけどね。領土は金で買えないぞ。領土はプライドに関わりますからね。その国の威信っていうものに関わりますから、それをね、毎日毎日130億円買ってくれてる大事なお客さんだからっつって、ね、竹島、なーなーにすんのは、ボカー良くないと思いますね、ボカー。小山後に恥ずかしいべ、と思うんですよね。中国で就職氷河期開始だそうであります。不景気。1158万人の大卒の大学卒業生。1学年で1100万人もいんのかびっくりしちゃいますけれども、就職率が悲惨。文系 12.4% しか就職できてない。理系 29.3% しか就職できてない。エンジニア系も 17.3% しか就職できてない。中国の SNS では就職できない学生らの悲痛な声で溢れており、大きな社会問題になりつつあるっていう記事でした。もうなってんでしょうけどね。一般判断です。こっち来んな。氷河期来てるね。医者ですら危ういらしい。日本で就職したい高学歴中国人がいっぱいいるらしいな。やだよ、んなの。だから戦争するんか。認めないだけで経済崩壊してるからそうなるよな。なんで共産主義国で失業が存在すんの。まあまあみんなで平等に分けましょうねっていうのが共産主義で、その会社はみんな国営で必ず雇うもんじゃないのかという指摘。まあ共産主義を歌いながら、実は共産党一党独裁の王国であって、まあ封建制っていうんですか、であってね、どこよりも金に汚えのが中国共産党ですからね。中国共産党、終戦しても大陸に居座る非道な日本兵を我々が蹴散らした。嘘。なので我々がここを統治する。1949年中華人民共和国建国と、中国共産党の権威を担保するのがですね、日本は悪っていう歴史捏造なので、中国共産党が存在する限りですね、反日は終わりません。中国の経済不振は日本の国益であります。だっているだけで反日なんだからさ。沖縄を攻める元気もないぐらいですね、鼻血も出ないほど衰弱してほしいな。だからといって日本に出稼ぎに来んね。日本の会社も喜んで雇うよね。労働力供給過剰で日本人の給料下がっちゃうしね。おととい言ったですね、丸々谷駅前のセブンの店員全員外国人でした。日本の若者は一体どこで働いてんだ。セブンが賃金ケチってんのかな。日本人の若者が嫌がるぐらいの。小山後にこんな世の中残して死にたくないっすな。日曜報道に高市経済安保大臣出演。どこのテレビ局かわかりません。私テレビないんで。セキュリティクリアランスとは、機密を扱う職員に対してその適格性を審査すること。例えば中国共産党とつながってねえかとかですね、親はどういう人なんだとかですね。今大臣が法整備に取り組んでるセキュリティクリアランスについて番組内アンケート、必要 95%、 不要 3%、 わからん 2% だったそうであります。一般判断です。高市さんニッコニコ、 3% は日本人ではないですね。不要 3% って日本人の敵でしょ。不要って言ってるやつはスパイ。反対する理由が分かりませんます。反対派の支離滅裂な意見も聞いてみたいところ。最近テレビが民意に従えって言わないよな。まあ、選挙負け続けてますからね。3% もいることが大問題ですな。そうですね、3% って言ったって300万人からいる計算だもんね。
聴者がまともで安心した。これを進めていた高市大臣を辞めさそうとしていたのは小西と立憲だったことを忘れないと。今までなかったのがめちゃくちゃですよ。多分世界中で9条や外国人生活保護同様の日本だけのオリジナルなんじゃねえかな。この適正審査がない国、世界唯一ね、傍聴法、これスパイ防止法ですけども、傍聴法もねえしね。通過ですね、秘密取扱者適格性確認制度って日本語がちゃんとあんだから、横文字でケムに巻くんじゃねえよって話。官僚、国民騙すのは簡単、横文字並べて意味不明にすりゃいい。まあジェンダーとかアジェンダとか何でしたっけ、横文字大好きな連中いますよね。あれ騙そうとしてますからね。この圧倒的数字を外観誘致主義者のパヨが知ってストレスになるといいですね。満面の笑み。負けるな小西。立憲議員だんまりでも唯一絶好調の原口和弘氏、1週間で200兆のツイートに心配の声も。4月1日43ツイート。まあこんだけやって1週間で209ツイートをしてまして、廃人になってませんか、ツイッター廃人になってますかと、心配の声もって記事になっちゃいました。一般判断です。きついって、痛々しいよ、もうやめとけ。誰と戦ってんだ原口は。 Google アースおじさん、泉健太涙目。コメント欄も閉じて反論受け付けない無敵モード。先見性も人を見る目も現実を認識する能力も何もないと。この人は10年前2013年に奥さん亡くなられて再婚もしてないそうで、心が壊れちゃったのかな。元からですね、光の戦士を自称するなどおかしいところはありましたけれども、ウクライナのネオナチがーって言ってましたし、なんか陰謀論、原口は頭おかしいぞおじさんがですね、原口は頭おかしいぞって、言っております。警視庁が運営会社に要請していたガーシー容疑者のツイキャスト TikTok アカウントが消滅したそうであります。中国企業の TikTok が素直に従うかなって危惧していましたが、意外、青汁王子誰ですかこれ。言論の自由を奪ってないか疑問を呈する。一般反応、逃亡中の容疑者の資金源となってるから仕方がないんべ。新たな犯罪は防止できる。犯罪者は普通に人権制限されるぞ。犯罪者に言論の自由、なんか物申す権利もないということ。居場所も制限されるんだから、ここにいろずっとみたいな。権利だけ主張する、その姿勢が素晴らしい。何度も言ってますけど、アカウント放置で暴露するぞイコール脅迫っていう犯罪を完遂させてしまうと、そのプラットフォームがですね、犯罪幇助になっちゃうんですよ。YouTube がですね、ガーシーアカウントを速攻消してですね、何度作ってもしつこく消してたのは、この理由ですね。犯罪幇助になっちゃうから。TikTok もガーシーには何の義理もなかったようで、素直に従いましたね。残りの逃亡資金は、オンラインサロンの会費ですけれども、現在はアリババのプラットフォーム使ってるみたいであります。案外素直にアリババもアカウント削除に応じるかもしれないですね。ガーシーのオンラインサロン会員は逃亡資金を提供してる、逃亡幇助だってことで、犯罪者になる恐れあります。知り合いに会員さんいたらすぐ退会するように教えてあげてください。4月13日までにですね、パスポートを返しに来ないと旅券法違反で最大5年の懲役が加算されるが、果たして帰ってくるんでしょうか。私としてはですね、素直に捕まって全部立花の指示でした、自供してもらいたいところなんですね。共犯になるように、見なければ払わなくていいとか、契約して滞納するのがベストとか、世の中にね、嘘を撒き散らしてこっちは偉い迷惑被ってんですよ。だって N 党ではこう言ってたんですけど、みたいな電話相談で、それ嘘だからって何回言ってもですね、洗脳が解けなくてですね、えらい苦労しております。迷惑です。N 党が撒き散らす嘘について迷惑なんです。最強はですね、テレビ捨てる、もしくは契約絶対しないっていうのが最強最上なのによ。
あの、こんなこと言ってるんですから、えらい迷惑であります。私としては、あの、一刻も早く、立花隆、刑務所に消えてもらいたいと思っております。というわけで、メール当院さん、大募集であります。動画説明欄、もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。